サン・レウチョの邸宅群は、イタリア共和国カンパニア州、カゼルタ郊外のサン・レウチョにある、邸宅群。18世紀後半、ナポリオ王国の王たちが建設した。特に、絹工場と、その労働者のための住宅街は、当時の先進的な産業都市として知られる。1997年に、カゼルタ宮殿、バンビテッリの水道橋と共に、ユネスコの世界遺産に、 カゼルタの18世紀の王宮と、公園、バンビテッリの水道橋とサンレウチョの邸宅群の名前で登録された。サンレウチョは、カゼルタ市の一地区で、カゼルタ市街の北西 3.5km、海抜 145m のところに位置する。1750年、ナポリオ・カルロ7世が財務長官のベルナルド・タヌッチの助言に従い、サンレウチョを王家専用の狩猟場にしたことが、 サンレウチョの歴史の始まりである。サンレウチョでは資料場以外の側面として技術革新に基づいた実験が行われた。サンレウチョは当時すでに廃墟となっていたサンレウチョ教会の跡地に建設され、バンビテッリの水道橋を通じて浄水道網が整備された。カルロの三南フェルディナンドもまたサンレウチョを自らの狩猟場として利用した。フェルディナント自身は 有能なハンターであり、宮廷生活を好んでいなかったとされる。カルロとフェルディナントは、サンレウチョに絹工場を建設し、さらに絹工場に付随させる形で、養蚕、製紙織物工場、労働者のための住居を増築した。18世紀後半のヨーロッパにおいて、サンレウチョにおける工場の建設は独特なものであった。1789年、 フェルディナンドの手によって建設が本格化したサンデウチョは、さらに拡張され、南イタリアにおける一大生工場としての産業都市化が計画されたが、この計画は、フランス革命軍の侵攻によって沙汰闇となった。とはいえ、サンデウチョにおける生死、織物業は、当時のヨーロッパにおいては最も先進的であった。1806年から1815年までのジョアシャン・ミューラの統治下でもなお、 サンデウッチョは、製紙、織物業において最先端であった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。